カオダイ教のシンボル、カオダイの目狂気カオダイ教の礼拝カオダイ教は、ベトナムの新宗教。1926年、ファムコンタクトレ・バンチャウンによって唱えられた。五教の教えを土台にしたことから、カオダイイコールダカダイと名付けられた。カオダイ教総本山の中央礼拝堂、ホーチミン市から北西約 100km の大任所、ホアタイン支社に総本山がある。徒数は、 約100万から300万と言われ、大人賞の人口の7割あ,あるいは3分の2が、カオダイ教の信者だと言われる。カオダイとは、ベトナム道教の最高神玉光上帝のことであり、総本山教会堂の最壇中央に信者を見下ろすように設置される目玉は、カオダイの神の目である。これは、天眼と呼ばれ、宇宙の原理、宇宙の至上神の象徴とする。この目玉は、 顔大教のシンボルマークでもある。競技では、キリスト教的な要素、特に聖職者の階級制度を採用していると言われるなどカトリックの側面が見られる一方で、古来からの精霊崇拝の要素も見られる。孔子、老子、釈迦、観音菩薩、キリスト、ムハンマド、さらには、リハク、大丈老君、ソクラテス、トルストイ、ビクトル融合などを、聖人や使徒と仰ぐ。 1959年に死んだファンコン・タックという人物がカオダイの新たな教祖として祀られている。タックはキリスト教徒であったが仏教、儒教、道教、キリスト教に神道を束ね世界の救済を行ったとされる。カオダイは第一回目の人類救済のために釈迦の姿を仮現世へ現れ、第二回目はキリストと老子の姿を借りて現れた。現在、 三回目の人類救済のために、東西諸宗教を統合したとされる。総本山の建物は、南国的かつ色彩的な外観であり、内部には、色とりどりのネオンが取り囲み、祭壇は派手でけばけばしい。一般神徒は主に白色の青剤を身につけ、日に四回の礼拝を行う。礼拝は生命のようなものが唱えられ、信者らはヒレフシ二回の成り物入りの合唱体とともに、 不思議な酩酊状態が作り出される。フランス領インドシナ時代には、独自に紙兵団や自治機構を持ち反フランス運動を展開する一方で、インドシナ戦争中には、ベトミンと戦った。ジュネーブ協定によって、ベトナム共和国が成立すると、カトリック教徒の政権が、カオ大教やホアハオ教、ビンスエン派などの紙兵団を武装解除する動きを見せたため、 武力抵抗を図ったが自圧された。ありがとうございます。